と結構厳しいのがですね、開発してると当然ですけどマシンごとフリーズするってあるんですよ、うんうんうん、でもリモートだとね会社の PC の電源を再起動できないんですよそうなんですよね、最後の最後ローテクな部分がどうしてもそうなんですよね。なのであの会社で僕さあの PC の電源おじさんもやってるんですよ吉田さんあの PC なんすけどみたいな、そうそうフリーズしたんでちょっと再起動してもらっていいですかみたいな、えちょっと待ってブースマップどこそれみたいな、でブースマップこれ更新されてないじゃんみたいな、これ違うやつの PC 操作したらまずいからさみたいな、結構ね高コストな電源おじさんですよ。そうですよね、時給高いですよこの1ボタンいくらで押すんだろうみたいな、そう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 